皆さんこんばんは。お休み前に失礼いたします。メンドルという、ラーメン屋さんに行ってまいりました。というのもですね、赤星マシマシ TV とのコラボでして、赤星が、芸人の同期なんですけども、川崎のお店に行くということで、誘われまして、伺ってきました。僕もね、お店貸し切りで、なんちゃってで参加させていただきました。このラーメンを見てください。ズドン、素晴らしいですね。ボリューミーです。はい、これを食べていこうと思います。いい二郎系ラーメンを食べるのもかなり久しぶりで、このチャーシューめちゃくちゃ柔らかい。美味しいっすね。ただ僕二郎系で好きなのは、まあ川崎で五六というお店なんか結構好きなんでよく行ってるんですけども、そこよりも全もうそこの 1.34 倍ぐらいもうもりもりで、山盛りでですね、このちょっと食べ方分かんなかったんですよね。二郎系って難しいですよね。絶対こぼれちゃうから、どうやって食べていけばいいのかなということで、ね、この撮影の裏側とか多分分かると思いますけどね、奥の、赤崎くんですか、真ん中にいる黄色い服の赤崎くんがラーメンを回しながら、こう、ね、写真を撮って食べてますね。赤崎くんは汁なしかな、汁なしのラーメンを頼んで、奥にいるね、一番奥にいる赤星くんも、まあ、ほら携帯をね置いて携帯に向けて食べています。僕は普通に食べています。僕はね、気にせずずっとこの食べ方が分からず、これどうすればいいんだろうなということで、こうね、いっぱいこぼしちゃってる。赤星が食うのうまいんですよね、やっぱりね、さすがですよね。ラーメン YouTube 始めて成功するかどうかも分からないのに、もう今4万人いますからね。ちょっとね、ラーメン食べすぎて体壊したりとかしてしまってましたけども、それでもね、頑張ってトレーニングとかして運動して、それでもラーメンを食べたいというラーメン熱があふれる、面白いやつでございますよ、赤星はね。おもろいよね、いろんな人がいますよね、本当に。このね、よく言うじゃないですか、この噛まないで食べた方がいいって。無理です、僕は。噛みたくなっちゃうので、やっぱ吸引力がすごいっすよね。見てください、僕だけなんかお餅食べてるみたいにラーメン食べてますからね。このね、麺も結構もちもちしててね、なんか食感がなんか不思議な感じでしたね。家系であんまなんか本当のその、僕よくね三田の二郎とか言ってたんですけど、それとはまたちょっと違った不思議な感じの麺でしたね。なんか店主さんがハワイが結構好きみたいで、ハワイでもこういう二郎系を出してるみたいなお話伺いましたね。あ、面白いなと思いましたけども、これね、本当にチャーシューがめちゃくちゃ柔らかいんですけど、なんか魚粉とか、なんかね、いろんなエッセンス結構盛りだくさんで、なんつうのか、この飽きずに食べれるというか、ずっとこの味が変わりつつ食べれるみたいなね。でね、そのいろんな味がこうバーっていっぱいあると、結構ごちゃごちゃしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、この一気にこの何麺の量がさ少なくなってって、でなんかこう味がパッてこう均一になってた時に、あ、なんかよりなんか美味しいっていうね、なんか不思議な出会いをずっとした経験ですね。これ食べるのすっごい大変なんですけどね。握力がねなくなってくるんですよ。なやっぱ全部具が重いんかな、具がぎっしりしてるというか、握力がどん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 なくなってって、本当に始めたてのドラマーみたいな、そのドラムマニア始めたてのやつみたいな、ハマり始めのやつぐらい右手の手首が痛くなりましたけど、また餅みたいに食ってますね。スープもね結
構なんか二郎系ってギトギトしてるイメージあると思います。結構なんかさっぱりしてるような感じで、僕的にはね、そういう感じのスープでございました。うん、あと僕生卵頼んだんですけど、どこで入れていいのかもちょっとよくタイミングわからないのでね、ちょっと自分なりにアレンジして良きタイミングで入れようと思いますけども、見てくださいよこれ、このラーメンの量、もう5分ぐらい食ってんのか、全然なくなりませんね、もう山盛りで。で店長さんがまたいい方でね、このまあ俺は本当もう赤星のバーターでご撮影させてもらってるだけなんですけど、もうそのどこに念を置いてんの、何しん入れりゃいいのに、ねえ、そのうずらの卵とかね、サービスしていただいて、ぜひよかったら食べてくださいということで、ありがとうございますということでね、まあ、確実にまあ白い服をね着てきたのは本当に間違いだと思いますけど、ずっとぴょん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 やってますね。そうなんか黙々とね赤星とかこう食べてるところを話しかけちゃうっていうね赤星は赤星のペースでラーメンを食べなきゃ。あ、でも赤崎が結構いろいろ教えてくれてますね。赤崎くんね、借金がたくさんあります。赤崎くんはそうなんですよ、このね3人みんな同期なんですよ、お笑いの、同期で言ったらおばたのお兄さん、ユリアンレトリーバー、ラニーローズ、レインボー、ひょっこりはん、皇帝、からしれんこん、がんばれルーヤ、あと最近で言ったらエビバリの川並ちょい、全員同期さん、あとそいつドイツ、浜田雄太郎くんとかも全員同期、とんでもない売れっ子がたくさんいる中で、芸人では全く売れてないこの3人が川崎のラーメン屋にお邪魔して、ラーメンを食べてるという動画でございますね。今卵入れるんかい、さあこれね、これ合うのか、このね食べ方で合ってんのかなってよく分かんなかったんですけど、これめちゃくちゃうまかったですね。顔見てくれれば分かりますけど、これ誰にも言えないね、この赤星も赤崎も撮影で忙しいからって、この誰にも言えないこの美味しいを噛みしめるこの顔、すごいな、最高じゃん。もううずらいってるわ、生卵をかけた後にうずらいって、卵尽くしで、卵尽くしですよ、尽くし尽くし。さあね、レンゲをさ入れればいいんだよなんでその水も飲みにくいだろうにねえ。あと僕結構大食い動画とか見るの好きで、赤星のもねよく見てたりしてるんですけど、ラスカルさんっていう大食いファイターの人僕すごい好きで、 YouTube で初めて知って、なんか今度テレビチャンピオン出るみたいな時があったんですけど、その時もねテレビチャンピオン見ながら応援してて、もうかなり、その時どうだったっけな、結果とか忘れちゃいましたけど、そのねラスカルさんがねここにも来たことがあるんですよ。それでなんで気づいたかって言ったら、奥にね見えるかな、僕がでかすぎて見えないかもしんないけど、ちょっと食べ終わってほしいな。この奥に、ね、製麺機あるんですよ、このなんかスキージャンプ台みたいな、スキージャンプ台みたいなこの坂になってる奥のね機械みたいなやつがあるんですけど、それがね製麺機で、それをバックにラスカルさんがたくさん食べてるのを見てて、あここなんだっていうね。しかも結構ここゆかりがあって、ここのね前に体育館があるんですよ、バスケットとかできるような体育館あって、そこで試合をやったバスケットチームの練習着を僕作ったことがあるんですよ。その B でブラやってるブランドね、今着てるブランドの前の1個前のブランドで B っていうやつで作ったことあって、このお店の前まで来たことあるんですよね。結構なんかゆかりのあるお店でございました。お結構食べ進んでおりますね。これね、あともう1個このね
難しいのがなんか何かどこまで食べればいいのっていうねこれどうなの、スープ全部飲み干した方がいいのかなって思ったり、どの程度って今迷って僕水飲み行ってますね、水汲み行ってますね。でティッシュを探してます。何なんだろう、なんかね別にその辛くはなかったんだけど、なんか初めての経験かな、この飯をねこの大量に摂取したからなのか、この炭水化物を一気になるのか分かんないけど、めちゃくちゃ汗かいてきて汗だくで食ってましたね。この日ちょっと暑かったんですよね、しかも、うん、気持ちいい汗がね出て食っていくわけですよ。ティッシュどうすんな、そのティッシュ、うん、あ今友達から LINE 来て赤星 TV 出てるねって、今ちょうど高校のアメフト部の同級生から LINE が来て赤星 TV 出てるねっていう、見てるんですね赤星 TV を。すごいっすね、すごいゆかりがある。そしたらもうもはや、うん、これねどこまで食べていいのかわからないまま食べてます。でもうまいんでね、うまいんでどこまでも食べたいんですが、そう正直ちょっとお腹が結構膨れているという事実もありながら、うん、これでもねこのわかるかな、なんかこのねひったひたに浸ってるこのなんか究極体の時のねこの野菜めちゃくちゃうまいんですよ、食い応え抜群、うん、このね なんていうんだろう、なんか技目ありそう、このスープを下にして具だけこうレンゲ乗っけて食べる技、なんだろう、島食いとかかな、なんかワンピースで出てきますよね、島食いの魚みたいな。あこれもうここでやめようと思ったのかな、これでいいのかなってずっと赤星たちを確認してるんですけど、この赤星が食べてる量が僕のリアル2倍くらい食ってるんですよ。なんかそう店長さんが嬉しくてサービスでなんか普段はマシマシやってないですけどマシマシやりますみたいな、野菜のマシマシやりますみたいなサービスやってくれて、とんでもない量になってるんですね。今ちょうど多分ニンニクを落としてましたね、うん、いいんだよもうそのお前が汗拭いてる絵はすごい汗出てますね、うん、もうあと見るだけですよ、ね、手前が赤崎くん、奥の赤いのが赤星くんというね、2人とも赤がつくんですね、うん、赤崎だったかな、名前確かじゃないな、なんか赤崎って俺なんかなんとなく呼んでたけど、ね、なんか説明してるお腹いっぱい話多分自分から質問しといてあんま聞いてない感じなのかな、シナスは何つう顔してんだよ、あ笑ってます。これ多分かなりお腹いっぱいですね僕ね、もう眠たくなっちゃってるのかもしれないですね、うん、早くタバコ吸いてえなって、あ言ったわこの時言ったんだ、ギャグでね、ちょっとタバコ吸いたからちょっと早く食べ終わってもらっていいですかみたいなことをね赤星に言った覚えがあります。うん、まあ、ラーメン好きなんでね、しかもその赤星にちょっと5、6来てもらいたいんで、ちょっとねまた、うん、赤星に連絡取って、ぜひ時間合えばね、まあ、そのコロナのこともあるし赤星の予定もあるし、ね、赤星の体調のことが一番ね、本当皆さんもたくさんも心配されてると思いますけど、うん、あるので、まあ、一番もう万全の時に負担にならない時に、赤星を呼んで、ちょっとね川崎の二郎系もぜひ食べていただこうかなと、まあ、その時はもうおごりますんでね、僕はがっつりごちそうしますんで、
はい、帰りにねアゼリアでアイス食えてクレープ食えたらなと思ってます。最後にティッシュを捨てて終わりといたします。赤橋マシマシ TV、 よかったら皆さんチャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いします。